嫌です。ということで本日はですねちょっとガチャ動画をやっていきたいと思います。両方欲しいのもあって一番欲しいのはまあ見てください、僕のチーム田中将大選手なんですけど、でも今回ね先発の投手が青柳選手もちょっと能力上がってますよね。これまああんまよう分かってないんですけど、まあ上がってるっちゃ上がってるってやつですよね。まあ実際のところあの中継ぎもできる高橋さんもこれもあのめちゃめちゃ欲しくて、まあこの高橋選手のシンカーもこれスクリューか、スクリューも全然 OK、 めちゃめちゃ強い、しかも中継ぎ適性もあるんで、もうこれ中継ぎでちょっとスクリューやったらもう最強やと思うんですよ。もう無双間違いなし。まあ柳さんはまあ欲しい、まあリーグオーダーっすかね。まあ今回大会ちょっと使わなかったんですけど次回ちょっと使ってみようかな。いや山本由伸さんのスプリットとフォークもねいいと思うんですけど、やっぱりマー君が欲しいよな。マー君が欲しすぎるマジで。まあ千賀投手もねやっぱスプリームがついたんでねちょっと使ってみたいっていうのもあるんですが、やっぱりマー君が一番欲しいかなって感じですね今回の先発は。まあ正直千賀選手当たったらめちゃめちゃ嬉しいんですけどね。まあ早速引いていきましょうか。まあ言うたらまあ8回か、8回までに当たったらいいんですね。さあ早速引いていきましょう。さあいきなり来い。おお満月来てる。いやーマジでマー君は欲しいな。ここは取っときたい。この12分の1の確率でマー君が俺の手に来た時はマジで興奮するからやばいと思う俺の絶叫が。このチャンネル見に来てくれてる人は基本俺の絶叫を聞きに来てくれてる人やと俺は思ってる。さあ笑え、笑ってくれ。いや笑わんのかい。さあおー来た。いやそっちゃおー来た。おお、オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ A ランクは出たね。オッケーオッケーオッケー。まあ幸先はいいんじゃないですか。 A ランク2枚来てるし、まあ今回次こそは S ランク当てていきたいな。さあ運命の10連目っすね。運命ではないけど、運命ではないけど10連目っすね。さあここで来るっこやん。やっぱり来へん。俺これ炎がもし青く光らんかったらもう終わり。はい終わり。B 飛ばす。さあここ誰や、誰のこだ。 B だけ、 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 B、 オール B やないか。さあ35連目っすね。これでまああの B ばっかりやって多分、おっ来た、満月やっと来た、やっと満月来たよ。さあここで S をぶち抜いていきたい。いや沼りたくはない、最後まで、最後までは沼りたくない。頼む笑ってくれよマジで。当たっても最高。いや頼む笑ってくれ。ちょっとあなたのことが大好きです。笑わない、もう無反応。さあ誰や、おお見ました。いやこれ称号チャレンジできるのはめちゃくちゃ嬉しいな。さあ残すとこあと2回っすね。いやここでマー君ぶち抜いていきたい。さあ誰や、おー満月ってことは結構確率高いぞこれ今回です。さあおお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 レインボー来ちゃったよ。いやー誰やマジで、頼むマジでマー君欲しすぎる。いやもうここパッとカッキーいってもらっていいね、ほんまに頼む。さあ運命の第1投ピッチャー投げます。さあバットに当たってくれ。顔がちっちゃい、顔がちっちゃい、顔がちっちゃい。ビッグじゃないよ顔が、ビッグじゃなかった。さあ誰や、いやー怖い、緊張してきた、次かな。さあ起きた、誰や、柳さんか。柳さんか。まあ、OK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  柳さんね。ちょっと次の大会柳さんちょっと先発でいくんで応援よろしくお願いします。次の大会こそ俺戦意狙っていくんで、よしよしよし加藤さんね。 OKOKOK。 まあ今回小森全然あれっすね。まあマー君惜しかったけどな。まあまあ次回何か機会があったらマー君取りに行くんで頑張っていきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録と高評価コメントぜひお願いします。ではまた。この11連引いてみて、これ出るかな。11連引いて出やんかったらもうな、多分発狂すると思うわ。絶対オール B やん、これオール B の前兆やん、これオール B やん、絶対ほら絶対オール B やん、飛ばしい飛ばすわ、オール B やな、これ絶対絶対オール B やん、絶対怖いやん、ほら見て見て、全部オール B、 オール B、 オール B、 おぎゃやったさー、やったさー、やったさー、でもオール B、 オール B、 オール B、 無事に力の T 用かな、オッケー。